フランチェスコ・カラッチョロ級戦艦は、イタリア海軍発の超度級戦艦の艦級である。第一次世界大戦の勃発により、すべて建造停止となった。フランチェスコ・カラッチョロの浸水式度級戦艦、カイオ・デュイリオ級の建造中に仮想的国である、オーストリア・ハンガリー帝国海軍が計画していた、モナルヒ大艦は35センチメートル砲を搭載する、超度級戦艦であった。 これに対し、土球戦艦しかなかったイタリア海軍は、超土球戦艦の整備を計画し、イギリスに協力を仰いだ。この時期のイギリス海軍では3 8 1トル砲を搭載して、速力25ノットを出す戦艦、クイーン・エリザベス級を寄港しており、イギリスは3 8 1トル砲を提供することができた。これにより、 本級は 38.1cm 砲を搭載する高速戦艦としてフェランディ造船少将の推進に設計された。計画速力は28ノットを目標としており、船体の重量比率は従来艦の5.8から6.0に比べ6.8と高速を出しやすい形状となっていた。本級は4隻の建造が承認され、1914年に、 寄候したが、第一次世界大戦の勃発に伴う、資材不足により全館建造停止となった。アンサルド社が、ダ3隻の資材などを集中させ建造中止となっていた一番艦、フランチェスコ・カラッチョロー航空母艦へ改装することを提案し、それに対して一旦は、イタリア海軍も理解と関心を示した。だが、イタリアの財政危機によりこの計画は、 不可能となり、代わりとして、アンサルド社は、水蒸気母艦への改装を提案。工事は再開され1920年5月30日に、浸水するも、この改装も結局中止となり10月25日に、売却された。その後貨物船への改装も、中止となり、最終的に解体された。本級の船体形状は、中央楼型船体である。 全球までの特徴であった水面下のカットオフ艦種ではなく、なだらかに傾斜するクリッパー型艦種に改められた。全く視野のない全部甲板上に新型の 38.1cm 砲を収めた連装砲塔で一番手砲塔が一機配置し、その後部から中央楼の上に二番手砲塔が一機配置されて、背負い式配置となっていた。環境を嘘を降して、 司令塔化し、その背後に前向きで三脚型の全部マストを立てた。船体中央部の日本煙突が立ちその周囲は関西手置き場となっており二番煙突の直前に立つ、後部マストの左右に一機ずつのクレーンに気により運用された。複方の15.2センチメートル速射砲は、波浪の影響を受けにくい、最上甲板状の中央楼の側面に、 原則ケースメート配置で片言8機ずつ、計16機が配置する工夫がされていた。後部司令塔と後ろ向きの3番手砲塔が配置したところで、中央楼は終了し、後部甲板上に4番手砲塔が1機配置された。完備水面下には4軸のタービン軸に接続されたスクリュープロペラと、 中心線上に舵を配置し、前側に前後に長い服舵と後ろ側に大型の主ダを配置した。本級の手法として、アームストロング・エルジック社の協力で国内のボッゾーリ社で国産された、アームストロング1914年型38.1センチメートル砲を採用された。その性能は、重量884キログラムの手法だご。 最大行角20度で射距離19800メートルまで届かせられる性能であった。発射速度は1分間に1.5から2発、行角は行角20度、深く5度であった。動力は蒸気機関による水圧ポンプ駆動であり、補助に人力を必要とした。旋回角度は監視方向0度として左右162度の旋回角が可能であった。なお、 本級の未成により不要となった 38.1cm 法の連想法と1基を流用して、モニター間、ファーディブルーの1隻及び 38.1cm 方針を1問ずつ、流用した小型モニター4隻が建造された。ありがとうございます。